ネット配信によって何が変わるのかっていうと、こネットフリックスって、えー、考えるときにですね、僕らが今どういうふうに使っているのかとか、僕らがテレビをどういうふうに見るようになるのか、番組どういうふうに見るのかっていうのは、えー、ちょっと置いとこうと思います。でそれよりは僕が、ものを考えるときのモデルケースにしたいのが Amazon です。Amazon の登場によって僕たちは何が変わってしまったのかっていうとですね、 書店が危なくなっている。これはもう僕ら見てもよくわかる通りですね。Amazon で物を買うようになってから、リアル書店がどんどんとどん倒産するようになっていると。と同時にですね、取次もやばくなっている。出版社もやばくなっているわけですね。で、そう思ってられる Amazon は、実は本だけでなくてですね。実はということなんですね。本だけではなくて、いろんなものを交流を始めてですね。今や文房具とかですね、お酒とか食料品も Amazon で買うのが当たり前になっているんですね。 日本ではですねネット通販っていうのは15年ぐらい前は普及しないってずーっと言われてたんですけども本という多品種少量つまり種類だけは山のようにあるんだけども1種類あたりの点数が5,000とか6,000っていうです、ね、すごく日本中にばらまくには少ないものは実はネット通販が一番向いてるんですね。で、Amazon、で本本をを買ううというネット通販体験を日本人の もうかなりの数過半数の人たちにさせることによってネット通販の敷居というのを思い切り下げていったとでその結果アマゾンは書店を潰し一般の小売店まで潰すようになっていたとでこれが大きい流れなんですねなのでネットフリックスはどういうふうになるのかっていうとおそらく最初に潰すのはもうすぐは考えても分かる通り、なんですね。つまり DVD を借りてレンタルするというようなことをやってるまだ僕らがやってるこの習慣は おそらくこの1年、年2でで劇的に消えていくと思うんですね。もちろんもうすでに YouTube でしか見ないニコ動でしか見ないネットでしかダウンロードでしか見ないという人はかなりいると思うんですけどもただ映画好きの人の間ではですねまだまだネットで配信されてるようなものっていうのは数量も少ないし DVD の特典とかもあるしやっぱ持っときたいしっていうふうに思ってる人もかなりいるんですよ。でも、前は。 やっぱ本でなきゃダメだっていう人が電子本でも OK になって同時に本当の書店で買わないと気が済まないと言ってる人もアマゾンで使うのと同じようにですね僕らはおそらく DVD の,の銀色の円盤を見なくなる日はおそらく1年か2年のうちに Netflix の登場によってというかそれは Hulu もそうなんですけども。 ネットフリックスの登場によって Hulu もおそらく自分のところでで扱える作品をもすすすごく増やすはずなんですね。DTV もおそらくおそらく増やすはずで Amazon も Amazon プライムで動画の見放題というのを始めてしまったと YouTube もあの一部有料というのを始めるかもしれないというふうに言われているということですね。まずビデオ屋とビデオ流通システムというのがもう本当に音を立てて崩れていくだろうとこれが Amazon で書店が潰れるレベルの話です。 その次にですね。潰れるのはつまり一般小売店までアマゾンが潰すようになったのと、同じようにネットフリックスが潰すと僕が思っているのが放送局ですね。テレビ局っていうのはですね。実はあんまり番組を作ってないんですね。テレビ局っていうのは制作予算や枠を提出してるだけで提案してるだけであって、もう制作会社が作ってるんですね。 で制作会社が作っている番組をですね放送局が放送、まあ、この枠で放送できますよというふうにやって飯が食えてるとその相手には代理店が入ってるんですねつまり出版社で言えばあ出版業界で言えば出版社と取り次ぎみたいなものをですね広告代理店とテレビ局がやってるわけですね。で実際に番組を作ってる小さい制作会社出版会で言えば著者みたいなんですね。著者みたいな人はですねお客さんと直に つながることができずに言い方は悪いんですけども放送局の言いなりで代理店の言いなりというふうになってきたとこれをネットフリックスみたいなものが出てくるとアマゾンが著者と読者というのをダイレクトパブリッシング電子出版の形でどんどんつないでいくのと同じようにですねつないでいくだろうという考えですねじゃあそれはこれまで YouTube やニコ生がドワンゴもあったから本来だったら起こるはずだったんですけども なんでそれが起こらなかったかというとやっぱこれも規模の違いなんですよ。規模の違いで、テレビでないと気が済まないとかそれどんな番組なのあ,あネット番組かって言ってるような世代の人たちがまだまだ多い。でテレビ番組っていうのはテレビで見なきゃいけない家族で見ると思ってる人たちといやいやそれスマホで見るよと通勤途中で見るよと家で夜8時から見るんじゃなくて 録画してみるよ。いやいや録画するんじゃなくてなんかネットで転がってるやつを自分の好きな時間で見るよという人たちのですね人種格差というか情報格差みたいなものがまだだいぶんと離れてるんですね。でここら辺がネットフリックスの便利さによって統合されると。がの便利さによって統合されるとさっきもちょっと話したようにアマゾンが登場した頃はまだまだ本に対してどういうふうに考えるのかとかですね本をどういうふうに買うのかというのは個人個人の差がすごく大きかったんですけども なんせアマゾンの便利さによってそれらが全て崩れていってしまったとネットフリックスはネットフリックス単体というよりはネットフリックスの登場によっていよいよ番組を制作している小さい制作会社側もあこの手がありなんだというふうなことでどんどんテレビに関してあんま考えなくなる。 次にそれをどうやってお金をもらうのかというのは広告代理店がスポンサーを見つけてっていうのではなくてネットフリックス側がじゃあ次回に制作費出すよという形も今のネットフリックスののの番組の作り方そうでで、すよね。なのでまあネッットフリックスとか YouTube とかですねそういうネット放送局というか配信がまああの放送局プラス代理店のシステムというのを壊しちゃうだろうというふうに思ってます。これ本来は、CS、とか、 番組とかですねあとケーブルテレビの時に起こるはずだったんですねでアメリカではもうそれが起こってるんですけど日本ではこれまでずっとテレビがあまりにも強かったのがスマホ普及率が一気に上がってですねで本当に大転換の時期に来てるというふうに僕は見てるんです。最後ままで見ててくくれてありがとうございますチャンネル登録もよろしくね